皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。リターンフロムコア、実況始めます。自動化の幕が開いた前回。つうてもまだチュートリアルやっただけやがな。とりあえずコンベアが解禁されたので生産の効率は大きく上がるといいですね。せやな。それでは今回も地上を目指して頑張っていきましょい。そういえばなんかカールニキとヤンニキが騒がしかったのな。カールさんのいた実験室が何者かに襲撃されたようですね。そんでなぜかここにおったヤンニキが怪我したと。言うな。一応脳悩みだから助けに行ったげてもええんやけど。まだヤンさんのチュートリアルが残ってるのでそちらが先ですね。それは残念。まあやることやったら駆けつけっからそれまで待っててなカールニキ。ということでチュートリアルの続き、次のお題は配電盤。まずは配電盤を指定の場所に設置せよとのこと。なこと言われてもその場所に発電機置いちまったがな。一度移設するしかないですね。めんどくさ。おらー。配電盤は要するに電力を消費する設備に伝える電力を管理するコンソールですね。電力不足の折などに一部の設備の電力をカットしたい時などに使用すると良いでしょう。こんな感じで配電盤と発電機、生産設備を接続すれば良いようです。そしてコンソールを開いて設備ごとに電源のオンオフの切り替えが可能なようですね。仕組みとしてはシンプル。まあこれでヤンニキチュートリアルも OK なのよ。ただ不思議なことにチュートリアルが進まないんですよね。なんですと？まあ今後生産ラインで配電盤を使っていればそのうち進むでしょう。知らんけど。適当やな。じゃあ2期のチュートリアルも終わったようで終わってない雰囲気だけど、そろそろカール2期のとこ、行っとく。まだです。まだなの。レベル2の研究がまだ3つ残っていまして、ウルトラドリルはまあ最後にするとして製造と農業の研究が可能です。なんかいけてそうな装備もアンロックされるみたいなのよ。現在第2階層のモブにもちょっと苦戦気味ですからね。カールさんに会いに行く前に装備をアップデートするのがよろしいかと。いいじゃない。それにせっかくコンベアが解禁されましたが、それを使用するための製造装置がアンロックできていないですからね。農業関連の研究というのも見逃せません。農業楽になるならそれはぜひともものにしたいのよ。ですので研究を優先です。意味なし。カールにキスマンな。もちっと持ちこたえてくれな。研究に必要な資材の数はさほど多くありませんので全て共同機を使って作ってしまいましょう。まあそんくらいならええか。ではまずはレベル2製造の研究です。必要な資材は回路基板とコンデンサ、そしてモナさんの売ってる青写真。回路基板とコンデンサはどっちも初登場の部品なのよ。この資材、どちらも前回採掘を始めたマンガン鋼と鉛以外に、ガラスの材料である石英が必要ですね。そいつは初耳なブツなのよ。探知機を使って石英の鉱脈を確認。ここからそう遠くない場所なのね。無事発見。研究に使うだけほっとけばええか。ホバリングに気使ってもいいけど、お隣にビッグトリニキがおるのがな。本格的な採掘は5ほどでも良いでしょう。せやな。資材を揃えてレベル2製造の研究をアンロック。ポチッとな。加工関連設備が4種類、そして新しい兜とコテがアンロック。一気に増えたな。勢いに乗り農業の研究も完了。必要な資材はモーター、ベアリング、モナさん青写真。マンガン鋼板と円盤とガラス作れたらまあ簡単にいけるわな。ポンプ、スプリンクラー、パイプがアンロック。何それ最高かよ。これは農業が一気に楽になりそうです。確かに。でも今はこっちの方に興味津々なのよね。研究でアンロックしたフェザースチールヘルメット、スチールガントレットをクラフト。同じくリファインドスチールアーマーとスチールブーツをクラフト。ええやん。HP が500から一気に800まで跳ね上がりました。こいつとならいける。スピードの向こう側へ。防具の次は武器ですね。これも研究でアンロックしたマンガン鋼ツルハシとエンドクツルハシをクラフト。第2階層のモブさんたち合体でな。新しい武器に期待するとこ大なのよ。新たにアンロックされた武器防具はこんなところですね。おにゅうの武器と防具で固めるとなんというか色々持て余す。この妖刀がモブに来たちの血を吸いたがって嫌がるのよ。切りたい。今すぐにでも切りたい。落ち着け。なら装備も一新したことですし、使用も兼ねてカールさんの実験室に行ってみましょうか。待ってろ兄貴、今行くぞ。兄貴の仇はご主人様が取っちゃるけん。カールさん死んでませんよ。でもその前にちょっと試し切り。最初はマンガン鋼ツルハシな。モブはイネガー、モブはイネガー。いた、君に決めた。おらー。うほ、いいダメージ。こいつはパワフルプロテイン。今まで使ってたピッケルとは比べ物にならないダメージが出やがるのよ。今までのピッケルだと第2階層最底辺モブのスライムですらし5回攻撃必要でしたが、それが逃げ必殺。確かに火力は上がってますね。スキルは鉄のツルハシと同じ単なる投石なんだけどね。その分火力に食った物であるようです。じゃあ次はエンドクツルハシの出番なのよ。おらお、やっぱり毒が入ったみたい。攻撃のダメージに毒のスリップダメージが追加効果のようですね。火力だって悪くない。むしろいい。こら主役交代の瞬間なのよ。どちらもスキルは単純な投石でトリッキーなところはないですがシンプルに強いですね。いけるでこれは。よっしゃ兄貴のとこに殴り込みや。言い方。兄貴無事かー。落ち着け。カールさんの言うことには。
装置の故障で実験体が目覚めてしまったそうです。モナさん同様人間に敵意を持つ実験体はカールさんたちに襲いかかり、折り足くそこに以前話していた襲撃者が登場。さすがのカールさんも太刀打ちかなわず負傷。実験体は助手のサイモンさんと共に連れ去られてしまったそうです。マジか。しかも実験体の生命維持装置の故障には人為的な痕跡があり、タイミングよく襲撃者が現れた点からも、どうやら内通者がいたようです。マジか。敵のアジトを探し出して実験体とサイモンさんを救出する。それが次のミッションですね。よっしゃ任せろ兄貴。カーゲートの鍵をゲット。おそらく第1層でモナさんを発見したような場所が第2層にもあるはずです。マップで確認するとこちらです。随分遠いのな。この場所から南南東に進んだ場所ですね。新装備のデビュー戦やな。掘って掘って掘りまくってすぐに行ってやんよ。でもちょっと寄り道したいお年頃。宝箱を目にしちまったらそれもやむなし。さて中身は何なのかな。でこんな時にバッグ満杯とかありか。普段から整理しないからそうなるんです。バッグの容量少ねえから仕方ないね。オケ。パインピックの設計書、新しいツルハシですね。ラッキー、これはええもん見つけたのよ。拠点に帰ったら確認しましょうかね。その後さらに進むことしばし。なんかアジトっぽいとこ見えてきた。マップで示されたのもこの辺りですね。しかもなんか悪そうな奴らがおるぞ。人を見た目で判断するのいくない。いやどう見てもあれやん、ガスマスクかぶってるし。ガスマスクイコール悪役かはともかくまあそうなんですけどね。ゲットした鍵でゲートを開いて突入。勝ち込みじゃおらー。なんやあいつら。彼らは実験体を拷問して楽しんでいたようです。よな野郎はお仕置きやな。かわいそうなのは抜けないって事実をその体と魂に刻み込んでやるのよ。おいバカやめろ。まずはそこらにおるよな兄貴全員ぶっ殺すとこからスタートやな。おらーって固くね。しかもよな兄貴までツルハシ投げてきよったぞ。驚いた寝坊や。くしくも同じ構えだ。しかしそんなツルハシでご主人様に勝てるかな。進化の現実ってやつを教えてやるのよ。成敗。こいつらなかなかええ値段のマニー落としてくれんのな。こりゃええ稼ぎになるのよ。けどなんなんこのよな兄貴。先ほど何やら教祖様とか言ってるみたいでしたが、そいつがラスボスっぽい雰囲気。拷問の記録ゲット。んなもの有明にでも持ってて。全く胸くそ悪いよな兄貴やなほんま。これは早く助けに行った方が良いみたいですね。任せろ。 OK。これでこの辺りのよな兄貴は全滅。あとはそこの奥に捕まった猫耳ちゃんを助けてしまいやな。では参る。ラッキー、中には誰もいないのよ。さあ猫耳ちゃんご主人って何事を。猫耳ちゃん落ち着け。ご主人様は敵じゃないのよ。いや実験体は人類に敵意を持ってるってカールさん言ってたでしょうが。やむを得まい。大事の前の障子分からせの時間じゃおらー。実験体戦闘こきや開始。猫耳ちゃんの攻撃は直線的でわっかりやすい。射程を駆使して戦ってたモナネキよりは単純単純。すまんな猫耳ちゃん、後でチュールやっから勘弁な。おっとこれはガイルス衝撃伝のソニックブーム。しかし掴むのだとき国へ帰るんだな。お前にも家族がいるのだろう。ここまでのおだね完全にご主人様のペース。これわからせラッキンなのよ。って何事を。猫耳ちゃんいきなりの炎上。何が一体どうなった。でいきなりのソニックブーム3連。しかも一発150ダメージとか通ったっか。第2形態のようですね。いいじゃない。ボス戦ってのはコーデネートな。エルデランドや惑星ルビコンで鍛えられた立ち回りを見せてやんよ。
きなりの第2形態にちょっとビビったけど、これは価値格。そろそろ姉妹にしようや、猫耳ちゃん。オラー。勝利後に現れた襲撃者に危険が危ないところをカールさんに救われました。兄貴いいとこだけ持ってったのな。インパクトピッケルと設計図をゲット。また新しいピッケル、ええやん。一度ウルトラドリルまで戻ってカールさんと今後の相談ですね。お、猫耳ちゃんもうんのな。子猫ちゃんな動作があざとい。だがそれがいい。好感度10にコキアさんも追加されました。また貢ぎ先が増えちまったのよ。コキアさんのショップには失われた青写真のレベル2が売ってますね。ウルトラドリルレベル2の研究に必要なアイテムです。また猫の爪なるアイテムもあります。これは先ほどゲットしたインパクトピッケルのクラフト素材ですね。モナネキのフライホイールと同じやつなのね。ちなみにインパクトピッケルのスキルはコキアさんが戦闘中に使っていたソニックブームです。モンムスネキからもらえるピッケルはネキたちのスキルが使えるのね。カールニキさっきはサンクスな。カールさんはこれから境界について調べを進めるそうです。マスターは引き続きウルトラドリルの修理を進めてほしいとのこと。任せろ。でも教祖様の正体が自分と話し屋で兄貴。そんなことあるわけないじゃないですか。ははははは。まあ3人目のモン娘 NPC とも出会って次の階層へ行くめども立ちましたし、今回はこんなところですね。すやーすやー。研究が進んでいろいろな設備が使えるようになりましたが、新装備のお試ししてたらそれどころではありませんでしたね。まあそれは次回以降に着手しましょう。それでは激戦の疲れをベッドで癒すマスターを眺めつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。すやー。